皆さんこんにちは。クリーンと申します。こんにちは。今日も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今日の面白ゲームは、バトル、チェイサーズナイト、ウォーです。このゲームは90年代のコミック、バトルチェイサーズを、題材にした JRPG になっています。漫画の作者であり、ゲームクリエイターでもあるジョーマ・ジュレイラ氏、日本の漫画やアニメが大好きなようで、キックスターターから立ち上がったゲームになります。価格は2980円となっており、プレステ4、スイッチ、Xbox でも販売されています。海外のインディーゲームですが、しっかり日本語にも対応。音声もついています。やや日本語が怪しいところもありますが、それがまた癖になるというかなんというか。キャラ同士の掛け合いが楽しいと思いました。くすっと笑うような感じですね。肝心のゲーム部分も、しっかり作り込まれておりかなりおすすめのゲームになっております。ではでは、早速その肝心のゲーム部分を見ていきましょう。ストーリーありきのゲームになりますので、あまりネタバレないように簡単にご紹介していきますぞ。ゲーム起動するとオープニング映像が始まります。海外のゲームにオープニング映像がついてるのは、やはり日本のアニメやゲームにインスパイアされているからでしょうか。海外のドラマやアニメってオープニング、エンディングは簡単に終わらせるイメージありますね。個人的には、映像さらには曲などがしっかり作られているオープニングは大好きですね。昔はゲームのサントラをよく買ったものです。ということでゲーム開始画面です。私はすでにゲームクリアしておりますが、今回は最初からプレイしていきます。ゲームを始めるとざっとキャラの紹介や、あらすじを教えてくれます。ちょっと聞いてみましょうかね。そして民衆のリーダーであった、アラムスが姿を消してから多くの月日が流れた。後に残された彼の小手には、計り知れないほどのパワーが眠っていると言われる。伝説によれば、山をも動かすほどの力があるという。もう一つ彼が残したものがある。それは娘のガリーだ。父のコテを見つけた彼女は重要なターゲットとなってしまうが、それは彼女を守る仲間たちとの出会いも意味していた。頭脳と力を兼ね備えた魔術師ノラン。口が達者でウィットにも富んでいる。ノランと行動を共にするカリブレッドは凄まじい力を持つウォーゴーレムだ。ギャリソンはアラムスのかつての戦友であり、親友の忘れがたみを守ることを自らの使命としている。そしてならず者のレッドモニカ。気分屋でいつもフレンドリーとは限らない。コテのパワーを手に入れようと企む者たちからガリーを守りながら、4人はキャピタルランドを移動した。この世界の魔術やテクノロジーにとってなくてはならないマナ、それについて知ることを自らの使命としているノランと共に、一行はクレセントアイランドという謎の地に足を踏み入れた。そこにはかつて大量のマナが眠っていたとされている。そこにたどり着いた彼らは直ちに悟った。なぜこの島のことがあまり知られてこなかったのかを。そしてここからムービーが入ってきます。それもご覧ください。みんな捕まって。何をグズグズしてる。撃ち返すんだ。ステルス艦をドア撃てって言うのよ。ステルス艦だと。いいから何とかしてよ。いつだってわしに頼りおる。どれだけ恵まれてるか分かっちゃいない。ゴー。侵入されてる。ガリー、デッキの下へ。あなたの方が先に壊れちゃうわ。もっと来る。サゲンが。まずい。ガリー、どうした。ガリー、任せろ。レッド、どうやら残されたのはわしと
出しだけか。そのようだ。ということで、乗っていた船が何者かに襲われ大破。仲間とはぐれてしまったわけですな。まずは仲間と合流しましょう。コミックスを見ると、このキャラたちの詳細を知ることができると思いますが、私は見たことがありません。このゲームで元のコミックスが話題になったとか。ずずず、この機械の起動音なのか、それとも口癖なのか。はい、具合は何時間も眠っていましたよ。大砲が飛んでくるとは思わなかったからね。あなた、私を助けるために船から飛び降りたの？はい。よく無事に着地できたわね。ノランです。ノランはさっき一緒に船に乗ってた魔法使いのおじいちゃんですね。そのノランはどうなっちゃったの？わかりません。ギャリソンは？モニカは？ギャリソンは体験持ちのアンちゃんです。この後すぐ合流できます。モニカは自由奔放な姉ちゃんです。きっと怪我してるわ。ギャリソンがすでに探しに出かけました。まだ動かない方が良いのでは。ちょっとクラクラするけど、こうしてる暇はないわ。私なら大丈夫。もう少し怪我の治癒。ずずず、起動音っぽい感じですね。ということでカリブちゃんと合流できました。さてゲームの仕様を少し紹介。パーティメンバーは3名選択できます。それぞれダンジョンスキルというものがあり、そのスキルをうまく使いながら攻略していきます。カリブちゃんのダンジョンスキルは回復です。数字は残り回数で、宿屋で泊まったりすると回数を回復できるようになります。このゲーム結構隠し宝箱的なものが多く、さらには装備アイテムにはレア度が設定されています。ハクスラ要素もある感じですね。ハクスラのイメージはランダム要素があるアイテム収集という感じでしょうか。ただ本来は戦闘特化のゲームっていう意味で、アイテム収集は特に条件ではないらしい。滝の裏の隠しマップ、RPG 好きとしてはあるあるな感じですね。宝箱から青の装備が出てきました。ちょっと見てみましょう。レア度は緑、青、紫、黄色的な感じであったと思います。とりあえず装備しておきます。では次は初の戦闘ですな。 RPG の初期モンスターといえばこれ。スライムさんのお出ましよ。いつからなのかわかりませんが、スライムは初期モンスターの位置ですよね。スライムが強いゲームもあると思いますが、ささ、ここでも簡単に紹介していきましょう。左の列が味方敵合わせた行動順になります。ターン制なのでゆっくり考えてプレイできます。その他は紹介するまでもないというか、日本で RPG をやっている人には感覚でわかってしまう仕様だと思いますね。一つだけ攻略的なアドバイスは、バフ、デバフが強いとだけ申しておきます。序盤なので今はそんなの関係ねえでゴリ押しできますけどね。個人的に、バフデバフが多く関係してくるゲームは大好きです。しっかり戦略を考えながら選択をする感じが好みですね。オートバトルとかはないので足からず。攻撃モーションや栄翔モーションがすごくかっこいいです。重みがあって、迫力がある感じですね。些細なことかもしれませんが、こういうのも面白さの一つだと思っています。前にも言ってましたよね。魔法栄翔はかっこよく、中二的な文章がいいと。そうそう、ドラグスレイブとか当時覚えましたものね。このゲームは、アビリティを使用するとすぐ発動しないんですよね。アクションっていうのが通常攻撃になり、通常攻撃はそのまますぐ発動しますが、アビリティはその技にもよりますが時間を置いての発動になります。大技は威力も高いが栄翔時間も長く、行動順序の配慮も大事になってきます。ということでスライム撃破。そしてこのダンジョンから脱出していきます。
ワールドマップはこのように自由に動ける感じではなく、スゴロクのようになっております。サイコロはないですけど、そして、エンカウントはランダムではなくここに敵がいますよ、マスに行くとエンカウントします。ワールドマップの敵は時間経過などで復活する感じですね。道中敵を倒しながらなんとかギャリソン君と合流ができました。これで3人集まりました。先ほども言いましたが戦闘に参加できるのは3人までです。初期メンバーをそのまま使用がちになりますが、よく考えてメンバー選出するといいでしょう。固定の扱いには気をつけるんだ。私、ああするしかなかった。今回はな。つまり、ありがとうという意味。素直にありがとうと言えないギャリソン君と、それを突っ込むカリブちゃん。こういうやりとりが個人的には大好きです。向かってみましょう。もしお二人が無事なら、そちらの方角へ向かったでしょう。もしじゃないわ。ノランは私たちを守ってくれたんだから、モニカと自分のことだってちゃんと守ってるわ。確かにそうだな。さあ、探しに行くぞ。ということでこの近くに町があるらしい。そこに残りの仲間がいないか行ってみましょう。ここがその町ですね。何か情報がないか聞き込みしてみましょうか。あんたがここの家事を。おう、誰だ。初対面の客に対して初対面だからここでの礼儀を。おかげさまですぐに。おう、こんな見捨てられた島じゃ面の皮厚くしねえという腕っぷしも見捨てられたし。なんだってこ飛行船で来たんだが、この近くで空賊に襲撃されたんだ。そんなこったろうな。空賊なんて立派なもんじゃねえけどな。奴らはただの山賊だ。でたらめだらけの悪党どもだが、このところかなり幅を利かせてやがる。山賊か。ボスは何者なんだ。山賊にまとめ役なんているもんかと思ってたらよ、ここんところ様子がおかしいんだ。バラバラなあいつらがどうも組織めいた動きをしやがる。なんか嫌な予感がするんだよ。実は連中との戦闘で仲間とはぐれちまったんだ。連中に拘束されているか、出なければ居場所は知っていると踏んでる。奴らと話がしたい夜明けに下っ端の奴らが何人か来て騒ぎを起こしていったんだ。南の方へ追い払ったがな。仲間を見つけたいんならそっちへ行ってみな。行くしかなさそうだな。南下していけばキャンプが見えてくるはずだ。鍛冶屋のおっさんが言うには、山賊は南に追い払ったと。その山賊が最近少しおかしく嫌な予感がするとのことで、南のキャンプに行くことに。そしてここがそのキャンプ。キャンプを調べたらやはり出てきた山賊。そして奴らをぶち倒したら手紙を発見しました。手紙になんて書いてあるかわからないので一度戻って鍛冶屋のおっさんに聞くことに。町から追い出した山賊たちを見つけましたよ。彼らの持ち物の中に解読不能な手紙があったのです。よし、見てやろうじゃねえか。インクが乾いたばかりだな。古の武器について何か書いてある。他にはよそ者が島に侵入。手紙にはよそ者がということが書かれていて、よそ者は主人公一味のことを指しているのかも。ということで山賊が拠点としている軍事施設に行くことに。に位置する最強の軍事要塞だ。紆余曲折ありまして、その軍事施設に到着。ダンジョンに入るときは難易度を選択できます。難易度を上げれば報酬も良くなりますが、当然敵も強くなりますし、ダンジョンマップも変化します。ダンジョンに関してはちょっぴりローグライクな感じになっていますね。最初は高望みしないでノーマルでいきましょう。結構ノーマルでも苦労すると思います。ゲーム全体で難易度はそこそこあると思います。さてダンジョンマップですが、この辺は攻略して敵を倒してという感じですので、ぜひ自身でプレイして遊んでみてください。ダンジョンの最深部まで来ました。急げよ。よし、取れた。おっと、行け、ボスに渡すんだ。いちいちうるせえな。コソドロミーが。何なのあれ。悪い知らせだ、構えろ。
ということで山賊のところまで来たのですが、山賊さんたち何やらお宝を持って行ったみたいですね。その代わり何かの封印が解けたみたいで。山賊さんたちの尻拭いですよ、まったく。これはついてない。はい、ここでリミット技の解放ですね。よくある大技を使うためのシステムですね。これもこのゲームの面白いところなんですが、大技があまり大技ではないのです。というのも、大技を使って大ダメージとかあんまりないです。普通の技よりかちょっと助かる的な感じなので、上級武神破山のようなものではないのです。それでもあるとないとでは違いますけどね。無事ボスを撃破しました。キャリソン君がやられてしまいましたが、やられても倒せば復活し、ちゃんと経験値ももらえます。異物だ。どうやら事態は山賊のいたずらじゃ済まなそうだな。逃げた山賊がこのバッジを見たことある？いや、ないな。またグリムビアードを訪ねることになりそうですね。ああ、そうだ。ずずず、ということで何かのバッジを拾いました。これを持ってまた先ほどの町に戻り聞いてみましょう。まだ船にいた仲間とは出会っていませんが、どこにいるのやらということで、この後いろいろの問題が出てくるわけですね。山賊の目的と、主人公の仲間たち、そして主人公のコテの問題。ここからさらにストーリーが面白くなっていきます。ぜひ気になった方は遊んでみてください。絶対ハマること間違いなしですぞ。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またのご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもどんどんおすすめのゲームを紹介していきますわよ。またこれが面白いとかおすすめなゲームがあったら教えてください。一ゲーマーとして遊んでみたいのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。